こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は NHK 連続テレビ小説虎に翼の第22週第106話から第110話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。朝ドラ虎に翼の第106話のあらすじは以下の通りです。第22週女房に惚れてお家繁盛。第106回では昭和31年1956年春に智子と優美の欲しい家での新しい生活が始まります。この新生活は智子にとって新たな挑戦であり、周囲との関係を見直す大きなきっかけとなります。光一と百合が二人を温かく迎える一方で、光一の長男友和と長女のどかは友子たちとの同居に対して違和感を抱いています。この微妙な関係が物語にさらなる緊張感をもたらしています。友子が欲しい家の家事のあり方に疑問を感じる場面は彼女の成長を象徴しています。これまでの経験を通じて彼女は自分の意見を大切にし、家族の中での役割を見つけようとしています。しかし百合が友和とのどかの言いなりになりながら家事をこなす姿を見ると、友子は心の中で葛藤を抱えることになります。ここでの百合の姿は戦後の日本における女性の役割を考えさせる重要なポイントです。戦後の日本は男女平等が進みつつある一方で、依然として伝統的な家族観が根強く残っています。この時代背景がキャラクターたちの選択や葛藤に深く影響しています。百合に疑問をぶつけるものの、優美が意見を言うのは時期尚早と智子をいさめるシーンは家族のダイナミクスを感じさせます。このやり取りは智子が自身の考えをしっかりと持ちながらも周囲との調和を重んじる姿勢を示しています。こうした彼女の成長はこれからの物語展開にどのように影響するのか期待が膨らみます。その日の夜、友和が外で食事を済ませたと告げた瞬間、ともこの苦言が飛び出します。外食するなら事前に連絡すべきだと伝えるともこの言葉には家族の一員としての責任感が現れています。しかし友和は母親面しないで欲しいと返すことで彼の反発心や新しい家族の形への抵抗感が浮き彫りになります。この言葉は友子が彼の母親であることを強調するものであり、彼女の立場がどれほど難しいものかを示しています。友和の言葉に対してのどかが咎めるものの、彼女もまた友子を迎えた暮らしに不満を抱いていることが見え隠れします。このように家族の中での立ち位置や役割についての葛藤が交錯し、物語に深みを与えています。この回では友子と彼女の周囲が直面する問題が時代背景とともに織り交ぜられており、特に家族の在り方や女性の役割に焦点を当てています。彼女たちがどのように変化し成長していくのか、今後の展開が楽しみです。家族の絆や新しい生活に挑む姿を通じて視聴者に深い感動と共感を呼び起こすこと間違いなしです。これからのストーリーがどのように彼らの人生に影響を与えていくのか一緒に見守りたいと思います。朝ドラ虎に翼の第107話のあらすじは以下の通りです。第22週女房に惚れてお家繁盛。第107回では家族の絆や社会の価値観が深く書かれています。この回は特に光一の心の内や友子の教育への情熱が強く現れ、物語に新たな展開をもたらします。物語の中心にある友和とのどかの間に横たわる深い溝について光一が自らの過去を語り始めます。彼は自分もかつて友子と同じように家族の中の対立を埋められると信じていたことがあると告白します。この言葉には彼の葛藤と成長が詰まっており、家族の絆を強くするためにどれだけ苦労したかが垣間見えます。友子が光一を励ます場面では二人の間に信頼関係が築かれていることが感じられ、今後の展開に期待が高まります。数日後に訪れる末の入学式は
新しい始まりを象徴する重要なイベントです。新しい生活をスタートさせる若者たちの姿は視聴者の心にも希望をもたらします。入学式後、智子と優美が猪爪家を訪れると、久しぶりに家族が集まる様子が描かれます。この温かい雰囲気の中で家族同士の近況報告が行われ、日常生活の喜びや苦悩が交錯します。特に直人が司法試験に不合格となったことや、直次がサックス奏者として修行中であることが明かされると、彼らのそれぞれの夢と現実とのギャップが感じられます。また直明が中学生たちのために勉強会を開いてほしいと智子に頼む場面も印象的です。智子が快諾し、実際に地裁で勉強会を開催することで彼女の教育に対する情熱が強調されます。このような場面では彼女が自らの経験を生かし、若者たちに知識を伝えようとする姿が感動的です。しかし勉強会では男子生徒から女性は働かなくてもいい、その方が絵だという意見が出され、智子は困惑します。この発言は当時の日本社会に根強く残る男女の役割分担を反映しています。特に戦後の日本は急速に変化しているものの、依然として伝統的な価値観が色濃く残っていることがうかがえます。この時代背景がキャラクターたちの意見や考え方に影響を与えているのです。さらに智子がその意見にどう反応するのか、彼女の教育者としての立場や女性としての意見が試される瞬間です。彼女がどのようにその発言に反論し、若者たちの意識を変えていくのか、次回への期待が高まります。また小橋の意見に同意する姿勢も物語にさらなる複雑さを与えています。第107回は家族の絆と社会における価値観の対立を書きつつ、とも子の成長を促す重要なエピソードです。これからの展開に目が離せません。彼女がどのように家族の問題や教育の場での課題に向き合い乗り越えていくのか、ますます楽しみになってきました。朝ドラ虎に翼の第108話のあらすじは以下の通りです。第22週女房に惚れておうち繁盛。第108回では女性の働き方や出産後のキャリアに対する重要なテーマが浮き彫りになります。この回では智子の勇気と行動力が印象的に書かれ、彼女の成長が見られる場面が多く展開されます。物語は中学生のための勉強会から始まります。そこでは男性生徒が女性は働かなくてもいいと発言し、智子を困惑させます。この発言は1950年代の日本に根付いている男女の役割に対する価値観を反映しています。当時は戦後の復興期にあり、女性の社会進出がまだ十分に進んでいない時代でした。そんな中、智子は女性としての存在感を示す必要がありました。この発言に対して説得に立ち上がったのは意外にも小橋です。彼の考え方は智子や周囲の人々に新たな視点をもたらし、物語に深みを加えます。また半次穂の秋山が妊娠したことを相談する場面も心に残ります。秋山が自らの未来を不安に思いながらも智子に相談する姿勢は、女性同士の支え合いの大切さを物語っています。智子は自身の経験を踏まえ、秋山が出産後も仕事を続けるつもりであれば必ずその居場所を守ると約束します。このセリフには智子の優しさと責任感が現れており、彼女が後輩を思う気持ちが伝わります。次に智子は桂場に育児休暇を求める意見書を提出しますが、彼の反応は冷ややかでした。時期尚早と一蹴される場面では男性上司の厳しい現実を突きつけられます。これは当時の日本の職場環境をリアルに描写しており、女性がキャリアを築くことの難しさを物語っています。しかし智子は諦めません。彼女は数日後、女性放送たちを竹本に招集し、意見書に署名を求めます。この行動は女性たちの連帯感を高め、権利を主張する勇気を示すものです。女性放送たちが喜んで署名している場面は時代の変化を感じさせます。
智子が取り組む姿勢は、同時代の女性たちに希望を与えるものであり、共感を呼ぶでしょう。そして、そこに現れた桂葉の姿は、物語の緊張感を生み出し、次なる展開への期待を高めます。彼の意見がどのように変わるのか、そして智子たちがどのようにして女性の権利を勝ち取っていくのか、その過程が気になるところです。この回は、とも子の成長を書きつつ、時代背景を考慮した非常に深い内容です。彼女の行動が、女性の社会進出に対する重要な一歩であることを示し、多くの人々の心に響くメッセージを届けています。これからの展開に、ますます目が離せなくなります。どのようにしてとも子が逆境を乗り越え、同僚たちと共に新たな道を切り開いていくのか、その未来が楽しみでなりません。朝ドラ虎に翼の第109話のあらすじは以下の通りです。第22週女房に惚れてお家繁盛。第109回では、とも子の奮闘がより一層際立ち彼女が女性放送としての職場環境の改善に挑む姿が書かれます。昭和31年1956年の秋、まだまだ男女の役割分担が厳然としている時代にあって、智子は自らの立場を生かして変革を目指そうとしています。この時代背景は、戦後復興期に女性が社会進出を果たそうと奮闘している様子を象徴しています。智子は意見書を作成し、女性放送たちの署名を集めることで、女性たちの権利を主張しようとします。この行動は彼女の強い意志と行動力を示すものであり、時代の流れを感じさせます。桂葉から意見書を一蹴されたものの彼が無関心でないことも明らかになり、次第に彼の態度が変わっていく可能性も秘めています。このやり取りは、男性上司との葛藤や協力の可能性を示唆し、物語に深みを与えています。一方、星家では優美の提案で、昔の猪爪家にあった番号付きの棚を設置することが決まります。ここで、孝一と友和が協力し合う姿は、家族の絆が強まる瞬間として書かれます。しかし、のどかはその過程で疎外感を募らせていきます。彼女の心情は、家族の中での自分の居場所を求めるものであり、同世代の若者たちが直面する課題を象徴しています。このような葛藤は、視聴者に共感を呼ぶ要素の一つです。そして、友和が友子と孝一に心を開き始める頃、深夜にのどかが警察に補導される事件が発生します。この出来事は彼女の内面に潜む葛藤が表面化した瞬間であり、家族の絆や信頼関係に危機をもたらす可能性があります。翌朝、友和とのどかが口論し、のどかが家を出ていくと宣言する場面は、家族の中での摩擦や成長の過程を書いています。ここでの展開は、家族の絆が試される瞬間でもあり、見る者の心を引きつけます。その後、優美が麻雀の勝負をのどかに挑むシーンは、物語に緊張感をもたらします。勝負の結果次第で、のどかが自分たちを好きになれない理由を教えてほしいという優美の提案は、兄弟の絆や理解を深めるための試みです。しかし、麻雀の最中に優美が腹痛を訴える展開は、単なるゲームを超えた深い意味を持つことを示唆しています。彼の腹痛がどのように物語に影響を与えるのか、その行方が気になるところです。この回は、ともこの挑戦や家族の絆が複雑に絡み合い、各キャラクターがそれぞれの立場で成長する姿が書かれています。時代背景を考慮しながら、家族や社会における女性の立場がどのように変化していくのか、今後の展開に期待が高まります。とも子の活躍が新たな風を呼び起こし、星家の人々がどのようにお互いを理解し合うのか、目が離せなくなります。これからの物語がますます楽しみです。朝ドラ虎に翼の第110話のあらすじは以下の通りです。第22週女房に惚れてお家繁盛。第110回は、家族の絆やそれぞれの思いが交錯する感情豊かなエピソードです。この回では、特にのどかの嫉妬心が大きなクライマックスを迎えます。
昭和31年1956年の冬、家族が一つの屋根の下で生活する中で生まれる複雑な感情が物語の核心を深めています。のどかが抱えていた不満がついに爆発し、智子や優美に対する嫉妬の感情が表に出ます。彼女は光一が智子と優美ばかりを見ていることに対して強い不満を抱いていたのです。こうした感情の表出は、家族の中での役割分担や愛情の不均衡がどのように影響を及ぼすかを考えさせられるシーンです。友和が自らの嫉妬も吐露しつつ、母の願いを智子が叶えてくれたことを認める場面は、兄弟の絆を強調しています。このやり取りは、家族の中での感情の複雑さやそれぞれの成長を書く重要なポイントです。光一は自身が二人に距離を置いていたことを反省し、彼らをユリに押し付けていたことを詫びます。この誠実さは、家族の中での責任感や愛情を感じさせます。一方で、ユリが過去の辛い経験、子供ができなかったことから前の夫に追い出されたことを打ち明け、自らが欲しい家で息子と孫を持てる喜びを語る場面も心に残ります。ユリの本音は、家族の中での居場所や役割を見つける手助けとなっており、彼女の成長を物語っています。このように、家族がそれぞれの本音を打ち明ける中、智子が提案するしばらくの間、家族のようなものをお休みにしようという言葉は、すべてのキャラクターが感情を整理し、今後の関係を見つめ直すための大きな一歩を象徴しています。この提案は、家族の絆を再構築するための時間を作ることを意味しており、視聴者にとっても深く共感できるポイントです。さらに、秋山の出産が描かれることで、家族の新たな一歩が強調されます。智子がサポートすることで、秋山が母になることへの喜びや期待が強調され、これまでの奮闘が実を結ぶ瞬間となります。また、ユリが秋山の赤ちゃんのベビーシッターに名乗りを上げる姿は、彼女自身の成長を感じさせ、家族の絆を深める重要なエピソードとなります。この回を通じて、登場人物たちが抱える感情の葛藤や、家族としての役割の再確認が書かれています。それぞれの本音が明らかになることで、関係がさらに深まり、物語は新たな展開へと進んでいくことが期待されます。家族の絆が試される中で、彼らがどのように歩んでいくのか、次回が待ち遠しいですね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは、国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。